はい、こんにちは、エンマシュラです。本日はこちらのはいかイエスで答えられる質問だけというゲームをやっていきたいと思います。まあはいかイエス、ノーとは言えない、そんな世界のお話です。全然わかんないですけど、とりあえず質問されるのに答えていけばいいんですかね。こちらは、ノベルゲームコレクションというね、フリーノベルゲームが遊べる、サイト上で遊んでおります。ではレッツスタートの、はーい、オフ、いいんですか、オフ、はいかイエスじゃなくていいんですか。朝だよ、一日が始まる。いつもと変わらない、冴えない一日だけど、有意義な一日だ。顔を洗い、歯磨きをし、ラジオをつけ、朝食の準備に取り掛かる。この、こういうドットの感じすごい好きなんよね。いつも通りの朝だ。何の変哲もない朝。これがどれほど幸せで意味のあることか。いい音。さて、朝食の準備ができた。今日のパンには何をつけて食べようか。はいかイエスじゃなくていいんですか。いちごジャムオアマーマレードですね。ちょっと BGM でかいか、気持ち下げよう。はい、僕どっちかっていうとマーマレードが好きだな。マーマレードとクリームチーズをねつけて食べると美味しいですよ。やはりいつものマーマレードに限る。選ぶ必要もないぐらいに。ジャム付きのパンを咀嚼しながらラジオに耳を傾ける。軽いノイズとともに今日の株価や天気、昨晩の事件などが淡々と読み上げられていく。ニュースキャスター、続いてのニュースです。おととい、昨日なのか、西13019通りで発生した雪だるま損壊事件ですが、犯人とみられる男が逮捕されました。なんて平和な世界なんだ。そんなことがニュースになる。逆にそれぐらいしか事件がない。調べに対し男は、これに何の意味があるんだなどと意味不明の供述をしており、まったく怖い世の中だ。何の意味があるのなんて何を言い出すのやら。僕はパンをミルクで流し込み、手慣れた手つきでネクタイを締め、家を出た。ずいぶん平和な世界ですね。ロードが長い。ブラウザで遊ぶとどうしてもね、ロードに時間がかかってしまうんですね。少々お待ちを。はい、ロードされました。朝9時、始業時間だ。まずはオフィスの片隅にある年金の入ったコーヒーマシンでコーヒーを入れる。これも一昔前なら女性社員に用意をさせていたのかもしれない。そんな会社まだあるんかね。今は時代が違う。悪しき慣習は廃れ、よりよく働ける環境が整っている。少なくとも僕の愛するこの会社では。愛社精神、社会に歯車になることに何の疑いもない、そんな人ですね彼は。コーヒーを片手に席に着く。そしていつものようにいつもの仕事をこなす。何の仕事をしてるんでしょう。の PC アカウント PC 使用アカウントを確認いたします。名前を入力してください。あ、そういう感じ。ほな、入るかな。入った。エンマシュラ、承認いたしました。本日も良い一日を。いいね。お、びっくりした。さあ今日も一日頑張ろう。まずはメールフォルダを開いてっと。そうね、まず一日の始まりはあれですね、退勤、
勤怠ソフトで出勤のポチを押し、そしてメールを起動する。さて、我が社に送られてきたご意見ご要望のメールを仕分けしていかなくては。カスタマーセンターですか？このメールの件名をアルファベット順にフォルダ分けしてっと。フォルダ分けは右上のボタンからだったな。なんかいろいろ来てますよ、メール。件名のイニシャルに合うフォルダを選んでっと。なんだ？次のメールは、あ、間違ったところにやっちゃった。株式会社パンとバターお世話になっております。全国歩道橋保存協会の技術部でございます。この度は記者のペンキ落とし用腐食性カタツムリを7ロット注文したく思います。納品期限は制限いたしませんので、思い出した時にでもよろしくお願いいたします。なんていい注文なんだ。納期が決まっていないなんてありがたいことだ。商品の注文についてだから S？ 日本語でいいんだよね。日本語で考えていいんだよね。カタツムリ屋さんなのか。わ、これはメルマガだな。メルマガというか、みんなに送られるやつやね。これは、転職は、僕はちょっと今、ちょっと考えてるけれども。この場合は、星だが。転職の T でいいのか？赤色に染まりたいあなたへ。赤色塗装専門技術者はどんなものでも赤色に染め上げます。動物性や食品まで何でも。すごい会社があるな。赤色。ええ。ご挨拶朝。パンとバター、またパンとバターさんだ。お世話になっております。こちらは本日の朝のご挨拶でございます。今後ともよろしくお願いいたします。三つ目の、俺がパンとバターか。そうか。三つ目のクラゲファクトリー株式会社朝の挨拶部。うぜえ。毎朝送られてくるの、これ返信しないでいいですよね。待って。ご挨拶ね。ご挨拶。G。ミルクパンケーキ専門店。白くて甘いミルクパンケーキはいかがでしょうか。いいじゃない。普通の、まあ、勧誘というか営業ですけど、まあ、普通のミルクパンケーキですね。以下の注文です。3日後までに納品お願いします。レベル3分解用マゴット30キロ。長期保存用無菌乾水400リットル。株式会社骨の海。3日が、わかんない。この製品がどれで、あ、やばい。件名、あ、見るの忘れた。なんだったっけ。ご注文とか？お詫び。この度ご注文いただいていた商品がご用意できなくてごめんね。月の砂60キロ、回転木馬用木製歯車、50ダース、回転木馬用の馬用飼料、乾燥タイプ。メリーゴーランドの馬って生きてるの。株式会社ルンペルシュティルツヒェン。お詫び。お詫び。やばい。ちゃんとこなせなかった。クビになっちゃうかな。さて、午前の仕事はこれで終わりと。なんて楽な仕事なんだ。何時間かかってるんだ。今日もいい調子だ。僕もその仕事にしたい。メールを仕分けするだけの仕事。キャラクターが出てきました。お疲れ様です、縁柱さん。カラシナさん、お疲れ様です。君もお昼かい？はい、知ってます？この近くにミルクパンケーキ専門店ができたんですって。あ、そんなメール来てましたね。ああ、なんか聞いたな。美味しかったら教えてくださいね。ええ、もちろん。あ、そうだ。明日新入社員さんが入ってくるって。それで教育を縁柱さんに一任しようって部長が。え、そうなんですか。俺、メールの仕分けしかできないんですけど、俺が教育できますかね。ええ、
三種油部長がエンマシュラさんなら安心して任せられるからって。エンマシュラさん、なんかフルネームだ、ずっとフルネームで呼ばれるようになっちゃったな。真面目で仕事熱心だから。なんか照れるな。でも期待されているなら答えないとね。教えてくれてありがとう。じゃあ僕はこの辺で。いえいえ、午後も頑張ってくださいね。さ、午後も張り切ってメールのフォルダ分けしちゃうぞ。 PM6時、1日の業務を終え、僕は部長のもとへ業務報告に向かった。お疲れ様です、エンマシュラ君。お疲れ様です。今日は少しミスが多かったかい。ああ、すいません。まあでも気にすることはないよ。ところで急な話なんだが、明日から新入社員が一人増えるんだ。それで、僕を新入社員の教育係にっていう話ですよね。小耳に挟んでます。おお、さすが話が早くて助かる。そう、君にその新入社員の教育係を任せたいと思ってね。頼まれてくれるかい？おい。どういうこと？はいとやす。もちろんです。期待にお答えできるよう頑張ります。はいとイエスってどういうこと？同じやん。まあでもいきなりイエスって言ったらおかしいかなと思って、はいにしましたけど。イエス、上司に向かってイエスとは言えないよね。夜、就寝前に温かいミルクを入れて飲む。これが僕の一日の終わりだ。窓の外をぼんやり眺めながら眠気を待つ。あと数分もすれば、きっと僕はあくびをし始めるだろう。明日来る新入社員くんはどんな人だろう。仲良くできるといいな。明日もいい一日になるといいね、ハム太郎。へっけ。さあ、2日目ですが、さてはその新入社員というやつが超クセ者なのか。一日が始まる。いつもと変わらない冴えない一日だけど有意義な一日だ。顔洗い、歯磨きをし、ラジオをつけ、朝食の準備に取り掛かる。今日もマーマレードがいいな。いつも通りの朝だ。何の変哲もない朝。これがどれほど幸せで意味のあることか、全く同じです。昨日と。朝の準備。マーマレード。やっぱりいつものマーマレードに限る。選ぶ必要もないぐらいに、ジャム付きのパンを咀嚼しながらラジオに耳を傾ける。何か変わりがありますかね？続いてのニュースです。先日、西13019通りで発生したユクダルマ損壊事件ですが、警察の捜査により逮捕された男が犯人であると断定されました。男は依然錯乱状態が続いており、今日にでも医療機関の受診が行われる予定で。そんな重罪なん。雪だるま、まあ、壊したら良くないけどさ、でもやる人はいるでしょ、いたずら程度に。ラジオを聞き流しながらぼんやりと今日のことについて考える。やっぱり不安だ。昨日はあんなことを言って自信満々だったが、不安がないわけではないのだ。僕にうまくやれるだろうか。僕はミルクうんなんかんぬん家を出た。男かな、女かな、新入社員。ギャルがいいな、ギャル。おはようございます。どうす。朝9時、始業時間だ。まずはオフィスの片隅にある年季の入ったコーヒー待ちんでかってぱってぷ。いつも通りのはずなのに、どうしても落ち着かない。そわそわしていると不意に話しかけられた。お、あら、誰かいますよ。おはようございます。あ、おはようございます。もしかして緊張してるんですか？もう自信持ってくださいよ、シュラさん。あなたならできますよ。では紹介しますね。こちらが新入社員のデンファレ君です。男か。あー、おとなしそうな子だな。はじめまして、デンファレです。あなたが俺の、俺。職場で俺。先輩に対して俺。
あなたが俺の教育係のエンマ・シラさんですね。話にも伺ってます。非常に優秀な方だと。まあ、メールを整理することにおいては、もうかれこれ15年ほどやってるからね。メール整理課の次期部長を任される予定であるからね。よろしくお願いします。新入社員だと紹介されたのは少し神経質そうだが、真面目な雰囲気の青年だった。品定めをするかのような視線で僕のことを見ている。気遅れしそうになるが、からしなさんの激励を思い出して持ち直す。部長は僕に務まる仕事だと信じてくれたのだ。答えないわけにはいかない。そんなに持ち上げられてるとは。でも任されたからには責任を持って頑張るよ。教育係は初めてだから至らない点もあるかもしれないけれど。うん、よろしく。うまくいくかな。ジェネレーションギャップ感じちゃうよね。さて、まずは社内を見て回ろう。社内ですか？仕事を教えてもらうのではなく？うわ、こいつ、ゆとり。うん、どの部署でどんな人がどう働いているのか、そういうところをまずは知ってほしいんだ。なるほど、確かにそれもそうですね。うん、それじゃあ行こうか。さて、どこから見学してもいいけど、選ぶとしたらどこから選ぼうか。え？中央倉庫第6研究棟、第8営業部ロビー。俺が何のどこに所属してるかによるんだが、そこによって一番関わりの深いところから行った方がいいと思うけれど、まあ、とりあえず営業かな。明るい人多そうだし、営業。あ、まさか回転木馬か、これ。広々とした明るいこの場所は、第8営業部のロビーだ。広いロビーの中心に、シンボリックな回転木馬が設置されている。営業部のロビーなので人の行き来が多く、我が社の中でも特に賑やかな場所だ。ここは第8営業部のロビーだよ。中央のあれは一体何ですか？はは、やっぱり気になるよね。あの回転木馬は第8営業部のシンボルなんだよ。あの古い回転木馬がシンボル？ああ、ここの営業部は歯車などの機械部品を取り扱っててね。あの回転木馬はかなり古いもので、使われている歯車も今は我が社以外では取り扱いがないような古いものでね。最古の歯車から最新の部品まで何でも取り揃えますって意味で、あの回転木馬がシンボルになってるんだ。なるほどね。まあでもそれはね、車屋さんでも車展示してあるだろうしね。営業なんて特にさ、お客さんが来るからさ、そういうの飾っとくよね。なるほど。ちゃんと意味があって置いてるんですね。一応乗れるけど乗ってみる？乗りませんよ。子供じゃあるまいし。かわいい。いたずら心がからかってみると、思ったよりいい反応をしてくれた。と、そのタイミングで、給仕係が、回転木馬に近づいてきたので、僕たちは少し離れたところに移動した。てか、馬生きてんのに歯車っていらなくね？給仕係は回転木馬の電源を止めて、猫車に山盛りに乗せた干し草を、馬たちの前にピッチフォークで順番に持っていった。機械仕掛けの馬じゃないのかい？ほら、これは機械仕掛けでしょう。あれは一体何をしてるんですか？あれかい？回転木馬の馬に餌をやる給仕の時間、業務だよ。ちょうど餌やりの時間にかぶっちゃったね。餌やりって、あの馬生きてるんですか？あはは、そんなわけないでしょう。ただの木製のおもちゃだよ。じゃあなんで餌やりなんか。本物の馬なら餌を食べるでしょ？うん。だからリアリティのための餌やりの業務があるんだよ。なんでリアリティを持たせる必要があるんですか？メリーゴーランドにリアリティ求めて乗る人おる？はい？いや、マジそれ。俺もそれ。今同じテンファレ君とシンパシー。
給仕係の方を見ると餌やりを終わったのか干し草を回収している。大方回収し終わるとほうきで細かい干し草をまとめ、きれいに掃除した後に回転木馬の電源を入れて帰っていった。いやー、なんか無駄な業務に思えるけどな。回転木馬はまた先ほどまでと同じように軽快に動き出している。そんな意味のないことをなんでやるんですか？あの仕事のおかげで彼らは収入を得てるんだし、意味がないことはないよ。へえ、意味がない行いをしてもらうお金ってすごく虚しいなって思うけど、じゃあ俺らが働いてお金もらってるお金ってそれと何が違うのって考えると、果たしてという気はするよね。レンファレ君は気難しい顔をして給仕係が帰っていった方を見つめていた。何か思うところがあるのだろうか。ここの見学はこの辺にしておこうか。ぜひそうしてください。デンファレ君もここが変なところだと思い始めているね。僕もそう思い始めているよ。奇遇だね。こいつらはちょっとおかしいぞという気持ちになってきましたね。続いて、午後、お昼、12時、社員のほとんどが昼の休憩を取る時間だ。大して空腹を感じてはいないが、昼食は取らなければならない。広い食堂にはまばらではあるが、すでに何人か座っている。彼らを横目に、僕たちはまず券売機に向かった。ああ、社食ですね。ここが我が社の社員食堂だよ。社員の5割ほどが利用してるんだ。憧れるな、社食って。僕の少なくとも僕がいる部署には社食がないのでね。憧れがありますね。食事の注文はこの券売機で食券を買ってカウンターに提出してね。半ば義務的に食堂の券売機のボタンを押し、購入した食券をカウンターに提出する。デンファレ君も見よう見まねで食事を注文した。まあ、初日だからおごったれや、先輩。大して説明もいらないのだから、やっぱり彼は優秀だ。そんぐらいわかるやろ。じゃあ席は探そうか。あの辺なんかいいんじゃないかな。窓際で景色がいい。そうですね。でもデンファレ君いい子そうだね。まとも、すごく。この中で。これ番号札とか受け取ったりしてないんですけど、いいんですか？ああ、大丈夫だよ。カウンターに設置しているカメラで誰がどのメニューを注文したか AI が認識してるから。待ってるだけで席まで届けてくれるんだ。まあなんて便利な。猫ちゃん給仕ロボットが来てくれるんですか？そうなんですか。俺の地元じゃ注文の配役や、配膳はまだ人がやってました。小さな飲食店だとまだ人力でやってるところもあるらしいね。まあ、いつかはこういう時代来るだろうね。だから注文を間違われたことも何度かあって、仕事でやってるんだからもっとちゃんとしてほしいですよ、まったく。あんな適当な人間に貴重なティーワークが許されているなんて腹が立ちます。ティーワーク？テレワーク？うん。やっぱり、デンファレ君はティーワークにとてもこだわりがあるみたいだ。ティーワーク？Tワークも Eワークも。T、E、なんだ。どちらも社会に欠かせない立派な仕事だと思うんだけどな。まあ、そういったヒューマンエラーもゆくゆくは淘汰されていく。これからもっと住みよい社会になるさ。でも、人にしかできない仕事もあると思います。そうじゃないとやばいもんな。てか、なんか、SF でよくさ、ロボットに仕事を奪われるっていうのを言われてましたけど、いよいよその時代がマジで近づいてきてる感あるよな。実現するよな、多分。だからそこの倫理観は多分ね、どっかで線引きをしないといけないと思うんですよね。人に仕事を残さないと。それと同時に、僕たちのテーブルの横に2人分の食事を乗せた配膳ロボットが停止した。お待たせいたしました。
エスカルゴのオーブン焼きセットと子羊のもも肉の香草焼きセットでございます。昼からえらいもん食ってんな。コーヒーは食後にお持ちいたします。社食っつったらカレーかラーメンか。日替わり定食ちゃうの。エスカルゴは昔、あ、僕、子羊のもも肉はデンファレ君の目の前に。食事は正確に配膳されている。いつもと同じようにいつものメニューだ。俺毎日エスカルゴ食うわけこれ。おかしいだろ。僕たちは無言で食事を始めた。日常食としてエスカルゴ食べるやついないだろ。たまにでいいんだ、たまに。まあ、僕はエスカルゴ食べたことないですけど。少しぐらいは会話をした方がいいのかもしれない。元来食事は静かに済ませたい性分だけど、今は新人くんがいるんだ。もう少し気を利かせるべきな気がしてきた。とはいえ、そんなにたくさんは話せないだろう。どの笑いを振ろうか。会社の話、事件の話、沈黙。まあ、会社よね。いきなり、いやでも世間話？世間話、一旦世間話した方がいいのかな。もうお昼とか入ったらさ、急にその、君どこの大学出たの？みたいなさ、そういう話するもんじゃん。趣味は何なの？みたいな。やっぱお昼とか休憩に入ってようやくそのフェーズが来るかなと思うので、一旦会社の話から離れましょうか。そういえば最近ここらで話題になってる事件があるのは知ってる？ああ、西13019通りの？そうそう、雪だるま損壊事件。朝ラジオを聞く習慣があるんだけど、ここのところそのニュースばっかりでさ。君も知ってるなら何かその会話のネタになるかなと思ったんだ。とはいえ、僕は話題のチョイスを間違えたのかもしれない。マジ？ああ、エンマシュラ君コミュ障なんだから。彼のうんざりと言わんばかりの表情を見てそう思った。ちょうどそのタイミングで配膳ロボットが食後のコーヒーを持ってきた。お待たせいたしました。食後のコーヒーでございます。空いた食器はお下げいたします。ありがとう。テーブルには2つのコーヒーカップが湯気を立てている。僕は自分のコーヒーにミルクを1つ入れ、ティースプーンをかき混ぜた。猫舌なんだ。あの犯人、何の仕事してたか知ってます？え、いや、そこまでは知らないな。会話のネタとして許されてくれたのかな？僕はデンファレ君の寛大さに感謝した。あの犯人って雪だるまの製造者だったんですよ。え、そうだったの？じゃあ、損壊事件じゃなくない？自分で作ったものを自分で壊したら何の罪にもならんやろ。じゃあ彼は自分で製造した雪だるまを壊したの？ええ、正確には工場勤務の雪玉製造者で、接合と装飾は担当してなかったみたいですけど、ああ、じゃあそれは罪だな。てか、そんな仕事があるんだね。工場は水、氷に関する製品の工場で、彼は自分の雪玉が最終的に何に使われているのか知らなかったそうです。それで、事件の少し前に、周りの職員に、この雪だるまはな、雪、この、ボロボロ。この雪玉は何のための雪玉だと聞き回っていたとか。それでなんで事件にまで発展したんだろう。まあ無意味なことに、無意味な仕事をさせられていたっていう虚しさに、自暴自棄になってしまったんかな。報道ではメンタルテストで不安定な数値が出ていたそうです。メンタルテスト。年に一度健康診断があるように、精神面の健康診断が1ヶ月に1度ある。数値が下振れた場合は、仕事量の調整や休職、カウンセリングなどのケアがなされる。いや、マジでね、それやってほしい、僕に。今も僕、本当にひどいからね。仕事量の調整をしてください。これは我が社でも完備されている。とはいえ、工場側は休職やカウンセリングの対応をしていたそうなんですけど、休職中に犯行に及んだそうですよ。わからない。ケアをちゃんとされていたのに、なぜ事件を起こしたりなんか。
そんなこともありますよ。俺はちょっとわかる気がしますけどね。え？そんなに引かないでくださいよ。あくまで理解できるってだけです。多分こんな感じじゃないですかね。の、雪だるま。毎日毎日雪玉を作る生活が永遠と続くんです。毎日毎日ずっとです。その中で、ふと自分の仕事はどう世の中に役に立ってるんだろうと考えて、雪玉が雪だるまになっていると知った。昼食中に雪だるまが納品された場所まで行ってみたんでしょう。そして目に入ったのが、な、店先で並べられて、その日の夕方には溶けてなくなる雪だるま。集客に役立っているわけでもなく、マスコットのような存在でもない。あってもなくても何も変わらない。その辺の野良猫が溶けた水を飲みに来る程度。そんなの誰だっておかしくなってしまいますよ。そうだね。まあ突き詰めれば仕事ってそういうことのがたくさんあるよね。自分がやってることが果たして何の役に立っているんだろう。完全に無意味なものの歯車の一部になっているだけっていうことは、まあ社会に出るとあるものですよね。労働っていうものはね。そうだね。何もわからない。今日一番饒舌に喋るものだから、なんとなくで同意してしまったけれど、事件の動機に 何がどうつながるのかさっぱりわからなかった。もうこいつら洗脳されてるよ。洗脳されてます。彼が僕側ですね。で、僕はもう僕じゃない、これは。同じ毎日が続くことで何か問題があるんだろうか。僕はあんまり、まあ、理解はできるが、自分はそういう気持ちにはあまりならないですね。まあ、人の価値観はそれぞれだ。僕にはわからない価値観があるのも当然。まあ、俺は大学でもいい成績を残して、Tワークで就職しましたし、縁のない話ですけどね。Tワークって何なんだ？彼は少し得意げな様子で笑った。大学でいい成績、きっと彼が受け持つ業務も簡単にこなしてしまうんだろう。優秀で自信があるのはいいことだ。僕たちは飲み干したコーヒーカップを置いて席を立った。時刻はもうじき午後の就業時間になる。さて、午後はまずどこから案内しようか。じゃあ倉庫行ってみましょうか。倉庫をしてるうちに倉庫に行ってみましょう。お、コストコみたいな倉庫だ。目の前に無機質な空間が広がる。膨大な量のコンテナが立ち並ぶここは我が社の倉庫だ。数多くの自社製品をここに保管している。僕が部署が総務のため普段ここに来ることは多くないが、いつ来ても圧巻だ。なるほど、俺は総務なんだね。ここはうちの商品を保管している中央倉庫だよ。小さな倉庫は他の部署にもあるけど、メインはここ。すごい広さだ。外部の人の出入りもあって、社員証で入室管理をしているから、社員証をなくさないようにね。もちろんですが、外部の人というと、配送業者の人だよ。ここから注文された商品がピッキングされて、提携している配送業者に引き渡されるんだ。ピッキングということは、ここではピッキング業務を行うんですか？なんでそんな驚くんだ？それまで淡々と振る舞っていたように見えたデンファレ君が興奮したように顔を輝かせている。仕事に対する熱意が見えたような気がして少し微笑ましくなる。なんだ、自分が思っているよりずっと可愛い後輩じゃないか。なんでピッキングにそんな驚いてんのか気になるけどね。でも、ピッキング業務はやってないよ。え、でも今はそういった業務は全部自動化されているんだ。 AI での自動化の方がヒューマンエラーなんかもないし正確だからね。コンテナの積み作業なんかも AI による操作で機械がやってる。そのおかげで事故もほぼなくなったし、ありがたい話だよ。
そうですか。がっかりしてんだね、デンパレ君は。人の仕事に興味があるのかな。そんなに落ち込まないで。君もきっとこの会社でやりがいのある仕事に出会うさ、ね。まあ、そうですね。そう言って彼は気難しい顔をしている。しまったな。こんなに落ち込むなんて思ってなかった。ピッキングしてみたかったのかな。僕やったことありますよ、ピッキングの仕事。楽しいよね、あれね。若い子の考えることはわからない。だからエリートな彼がやる仕事ではないんじゃないかとは思いますが。ここではラベリング作業が主な業務だよ。ラベリングも AI でやってんでしょ？商品が入っている段ボールは見た目では中身が判断できないから、内容物をラベリングするんだ。ラベリング業務ですか。それはいいですね。パッと顔が明るくなったのを見て、ほっと胸を撫で下ろす。ラベリングは人の手でやってるわけ？よしよし、持ち直したかな。ラベリング業務ではね、資料部が作成したラベルを商品の入った段ボールに貼り付けていく。なるほど、そのラベルを AI が認識してピッキングされるわけですね。いや、ん？ん？もしラベリングに誤りがあったらピッキングに支障が出てしまうだろう。まさか。だから段ボールの中に AI が中身を認識できるようチップが入っている。これならもし人がラベリングをミスしても AI には影響がないからね。残念だな。それって意味あるんですか？はい、イエス。もう疑うことを知らないんだよね、俺は。それが正しいと疑うことはないんですよ。疑うことはないの。完全にこの社会に染まりきっているから、無駄なことなんて一つもない。はい、もちろん劣気とした業務だよ。 AI に段ボールの中身が分かってても人間に分からないんじゃ困るんだろう。でも AI に任せる必要のない仕事だから人の手でやっているんだよ。ということはラベリングしなくてもピッキングは、そんなに心配しなくてもピッキングは滞りなく行われる。画期的だろ。そうですね。デンファレ君、ここおかしいよ。ここってかこの社会がおかしいんやな。そのラベリング業務はもしかして e-work ですか？ん？そうだけど。ああ、そういえば君は t-work 志望で入社してきたんだっけ？そうです。俺は書類選考の時から t-work を志望していて、雇用契約にも t-work が含まれています。そうかそうか。大体は e-work だから珍しいね。難しい顔をしていた理由が分かった。T-work 志望なのに e-work の仕事ばっかりだったから不安になったんだろう。まあ多分イメージ的には T-work は人の手で働く仕事で、 e-work は AI の仕事みたいな、そういうことなのかな。こちらの引き継ぎ不足だったな。でもこうしてコミュニケーションでカバーできたし、よかった。俺は T-work こそ真に社会に貢献できる仕事だと思っているんで。そういうものかな。僕はどちらも十分社会に貢献できる大事な仕事だと思っている。まあ何にせよやる気があるのはいいことだ。なぜはいとイエスなのか分かってきた気がするね。だって何の曇りもないから、ここに住む人々てか俺の心には。さて、ここの、中央倉庫に関してじゃなくてもいいけど、なんか質問はあるかい？いえ、大丈夫です。手元のノートに几帳面にメモをしていたデンファレ君は、僕の言葉に顔を上げてハキハキと答える。メモを遮ってしまったかと思ったが、記入はすでに済んでるらしく、パタンとノートを閉じた。話を聞きながら相手を待たせることもなくメモを記入してしまうなんて、なんて器用なんだろう。いや、僕が不器用なだけなのかも。それじゃあここの紹介はこの辺にしておこう。だからここまで AI 化されていると、あれなんだろうね。
エリート卒の人がようやく簡単な簡単な仕事に就けるレベルになってしまうんだろうな。簡単な簡単な仕事、例えばラベル貼るだけとか、それだけの仕事も超エリートじゃないと就職できないみたいな、そういう世界なんかな。さて、最後の見学場所は、研究棟。気になるね、何を研究してるんだか。埃の一つすらないような清潔な部屋。デスクの上には、僕じゃ使い方もわからないような器具がたくさんある。ここは第六研究棟。我が社の商品開発の中心になっているのは、中心になっている部署の一つだ。ここが我が社にある研究棟の一つ、第六研究棟だよ。第六研究棟では、カタツムリ系の商品開発に携わっている。すごい。ここの業務って。うん、ティーワークだよ。お、リュンファレ君が望んでいたティーワークじゃない。これがティーワークの職場。デンファレ君が顔を輝かせながら研究室内をキョロキョロと観察している。こんにちは、総務のエンマシロさんですよね。お疲れ様です。新人さんの案内ですか？不意に話しかけられ、僕とデンファレ君が後ろを振り向くと、いつの間にいたのか一人の研究員がそこには立っていた。あら、かわいい。お疲れ様です。ダチュラ研究員。ダチュラ。はい。新人の案内で見学に来ました。よければ少しお話いいですか？新人のデンファレ君、ここに興味津々みたいで。俺はデンファレって言います。よろしくお願いします。ティーワークで入社しました。ぜひお話聞かせてもらいたいです。私はダチュラと言います。ここで研究員もしています。よろしくお願いしますね。それで何の話をしましょうか。何せ訪問者の相手なんて普段することがありませんから。ここではカタツムリ系の商品を開発してるって聞いたんですが、具体的にはどういったことをしてるんですか？そうですね、基本的には遺伝子組み換えによる新種の開発ですかね。うちの商品でも売れ行きのいい腐食性カタツムリシリーズが彼女が開発したんだよ。すごい。と言っても、腐食性シリーズは完成まで失敗作もたくさん作っちゃいましたけどね。時速3キロで移動するカタツムリとか。時速3キロってどんぐらい？まあまあ、人間の歩く速度ぐらい。ああ、覚えてるよ。逃げ出しちゃって、この研究棟を一時閉鎖してたんだっけ。全個体を捕獲するまで、ロボットが延々と見回りしてたんですけど、しばらく研究棟全体がネトネトしてましたね。あの時は申し訳なかったです。でも、その積み重ねで今の人気商品が生まれたんですよね。すごい。俺もそんな風に何かに役に立てる仕事をしたいんです。役に立つ仕事？役に立つ仕事か。考えたこともなかったな。え、そうなんですか？どうして？あなたの仕事で助かってる人がいるでしょう。人の役に立てれば嬉しいじゃないですか。俺はそれこそ生きる価値だと思ってます。俺も人の役に立ちたくて。そういうものなんですかね。私は好きなことをやっていて、いつの間にかこうなっていたので、あまりピンときませんが、まあでも実際そういう人もおるわな。誰もが誰も人に役立つために仕事をしているわけではないからな。他の人の役に立っていようがいまいが、私は私の研究さえできれば満足です。人の役に立たなくてもいい？ええ、このご時世、人の役に立てる人も少数派でしょうし、それが生きる理由だと生きづらくなる人も多いでしょうからね。もっと気楽でいいんじゃないですか？まあもちろん考え方は人それぞれですけどね。まあ彼女の言うことはもっともだと思うな、僕は実際。でも俺はやっぱり役に立てる人間になりたいです。俺ティーワークで入社したんで、いつかこの部署で研究とかもできるように頑張ります。やる気十分な新人さんで教えがいありますね、エンマシュラさん。真面目でしょ。自慢の後輩ですよ。でもデンファレさん、残念ですが研究業務はできませんよ。え？
ああ、確かにそうだね。え？でも俺はティーワーク志望で、研究業務や商品開発、商品提案はこの会社がスポンサーになってる私立大学や一部の国立大学からスカウトする形で雇ったのみ、人のみ所属できるんです。ああ、もう真のエリートだよね。だからどんだけ頑張っても無駄なんだ。それ以外の形で入社した人は、残念ながら希望があってもできない規則なんです。悔しい。今更どうしようもねえじゃん、そんなん。だからあなたはおそらくそれ以外のティーワーク業務を担当することになると思いますよ。そんな。大丈夫ですよ。研究職じゃなくても人の役に立てる仕事だってありますし、それにデンファレさんは別に研究がお好きなわけではないんでしょ。まあそうですが。彼は不服そうな様子でうなずいた。彼がやりたいのは人の役に立つことであって、研究職ではないんだから、そこまで落胆する必要はないんだけどな。さ、僕たちはこの辺で失礼しようか。あんまり長居しても、業務の邪魔になるだろうし。ダチュラ研究員、ありがとうございました。いえいえ、また暇な時にでもどうぞ。面白いカタツムリを作って待ってますから。僕たちはそうして、研究棟を後にした。まあ、ダチュラさんは割と普通だと思う。その価値観は。僕も割とそっち側だからな。さて、見学はこれで終わりかな。総務部に戻ろう。そう、どうですよ、デンファレ君。やってけそう？今日はお疲れ様。いろいろ見学して頭がいっぱいだと思うけど、明日から本格的に業務が始まるから気を引き締めて頑張ってね。はい、明日もよろしくお願いします。もう定時だから先に上がって大丈夫だよ。ゆっくり休んでね。ありがとうございます。お疲れ様でした。お先に失礼します。僕はデンファレ君を見送った後、報告のために部長の元に行った。失礼します。エンマ・シュラです。おお、お疲れ様。研究係としての一日はどうだった？大変でした。距離感が正しいのかとか、うまく伝えられているのかとか。でもその分勉強にもなりました。そうか。やはり君に任せたのは正解だったな。ありがとうございます。明日も引き続き頑張ります。あ、今日は帰ってゆっくり休んでほしい。はい。では先に お先に失礼します。お疲れ様です。ただす。お先です。で、ミルクを入れて飲む。いつもの僕の一日の終わりだ。眠気を待つ。もうすぐ寝ちゃうよ。明日からは本格的な業務指導になる。うまくできるといいな。うまくできるかな、デンファレ君。大丈夫かな。がっかりしちゃったんじゃないの？いつも通りの朝ですね。さあ、犯人はどうなりましたか？いつも通りの朝だ。今日もまあまあ、今日ジャムにしてみる？逆に。じゃあジャムで。やはりいつものいちごジャムに限る。いつもマーマレードだったまん。何も変わらないな。あれ、ラジオは？ラジオがなかった。ニュースがなかった。雪だるま事件の。おはようございます。修行時間だ。コーヒーを飲もうとして途中で手を止めた。今日はデンファレ君の業務指導なので、コーヒーを飲んでる暇はないのだ。おはようございます。今日もよろしくお願いします。そうこうしてるうちに、彼が僕のデスク横までやってきた。準備万端といった感じだ。僕は慌てて必要なものを揃えて用意をした。おはよう。それじゃあ、まず、業務場所に行こうか。
何するんだ？仕事は。ん？ここは第六研究棟ですよね。あ、第六研究棟のカタツムリ養殖場だよ。君にはここでカタツムリの養殖に携わってほしいんだ。いいじゃん、楽しそうじゃない？それが君の業務だよ。ああ、身構えなくてもそこまで難しい仕事ではないから安心してね。俺は研究職にはつけないと聞いてましたけど、近い仕事ができるなんて思ってもみませんでした。いいじゃんね、楽しそう。任せてください。よかった、仕事は気に入ってくれそうだ。結構好きな仕事と嫌いな仕事が分かれているみたいだから心配していたけど、ひとまずは安心かな。まずは業務内容を説明するからよく聞いてね。はい。やることはカタツムリの飼育。ケース横のボックスに飼育用の餌、霧吹きがあるから、それを使ってカタツムリの飼育環境を整える。餌はケース内に設置すれば、カタツムリたちが好きな時に食べるから。やりすぎると死んでしまうから気をつけてね。霧吹きの使用基準は、温度計の数値が70を下回ること。まあ多少なら60以上でも使って大丈夫だよ。それから病気や異常が発生した個体に使うための塩。殺すってこと？これは多分使う場面はないかな。生き物を扱うから慎重にね。彼らに最適な環境を用意してあげてほしいんだ。マニュアルもあるから、やることがわからなくなったら読んでね。どう？できそう？わかりました。それで他には何をするんですか？ん？それだけだよ。いいじゃん。あれは、お昼？業務連絡です。エンマシロさん、至急中央店のエントランスにお越しください。繰り返し行う、やばい、呼び出されてる、行かないと。俺なんかやっちゃいました？と、呼び出しか。多分、赤色塗装専門技術者の営業さんだろうな。ああ、メール来てましたね。何でも赤色にするっていうね。最近メールに広告も入ってたから。デンファレ君、ごめんね。ちょっと行ってくるよ。さすがに初めての業務で一人は心細いだろうし、よかったら僕が戻ってくるまで、昨日みたいに研究棟の見学をさせてもらってても。いえ、このぐらいの業務、一人でこなせます。でもこの部屋、君以外には誰もいないし、寂しくない？子供じゃあるまい、大丈夫です。そっか、じゃあ任せるよ。何かあったら研究室に助けを求めてね。はい。できるかな？一人でできるかにゃ？お。お。ご飯あげよう。お食べ？することな。することな。あ、おっす。動いてる？カタツムリ。やることない。ご飯も食べないし、カタツムリ動いてないし、一人潰しちゃったし。これだけ一日10秒で終わる仕事？これが俺の仕事？いやー、これはきつい。まあ僕だったら嬉しいけどね、これで給料もらえるんだったら。全然いいけど。遅くなってごめんね。駆け足で戻ってきたものだから、息が上がってしまっているが気にしない。それより一人にしまっているデンファレ君の方がよほど気になった。戻って来られたんですね。はい、走ってきたよ。まさかこんなに長くかかるなんて思いもしなかった。初めての業務なのに心細かったよね。心細いも何も。大丈夫だった？餌を置いて。だって湿度なんてそう簡単に下がるもんでもねえし、見てるだけじゃん。ええ、まあ
心なしか元気がないように見える。相当一人が重荷だったのかもしれない。もしかして何か問題でも発生した？僕が恐る恐る問うと彼は答えた。いえ、何も。貧相を覗くとカタツムリたちが元気に活動している。弱っている個体もないし、生育環境もバッチリだ。すごいよ、デンファル君。僕がいなくても初めてでこんな完璧に仕事をこなすなんて。いや、仕事はそりゃ楽な方がいいけどさ、もう確かにちょっとやばいよね。頭おかしくなるね。さすが期待の新人くんだね。なんか人類ってそんなに衰えてしまったのかっていう感じがするよな。はい、やっぱり元気がない。仕事はこんなにもうまくいってるのに。そこで僕は大切なことを思い出した。そう、もうお昼の時間だ。初仕事を一人きりでやり遂げたんだ。お腹も空いてるだろうし、疲れもあるはず。なんでこんな簡単なことに気がついてやらなかったのか。お疲れ様。もうお昼だもんね。一人であんな大仕事すれば、そりゃ疲れもする。食堂に行こうか。はい。僕たちは食堂に向かった。なんかもうちょっとね、全人類がこの程度の仕事をしてるって考えると確かにちょっと恐ろしくなるな。まあかといって忙しければいいってもんでもないけどさ、いよいよ終わりだなって感じはするよね。昼食を終え、僕たちは午後の仕事のためにカタツムリ養殖場に戻ってきた。いや、そりゃ腹も空かないわな、こんなんだったら。午後からはまた新しいケースのカタツムリの飼育をすることになっている。僕はケースを入れ替え、デンファレ君の目の前に置いた。じゃあ午後からはこのケースのカタツムリをお願いするね。あの、他の業務とかは大丈夫なんですか？他の業務？君の業務はこのカタツムリの飼育だよ。今時業務を複数掛け持ちなんて、昔のブラック会社みたいなことはないから安心してね。いや一つの業務にちゃんと集中できるようになってるから。わかりました。その後18時の就業時刻まで僕たちは黙々と業務に当たった。これ就業の業務、字が違いますね。終えるですね、この場合の就業は。さて、もう定時だから先に上がって大丈夫だよ。ゆっくり休んでね。部長のところ行くんですよね。俺も行きます。え、でも俺も行きます。そう、それじゃあ行こうか。僕たちは黙って部長のところへ向かった。僕はなんだか嫌な気がして、どうしてもそわそわしていた。こうして雪だるま損壊の犯人が生まれるってわけだよね。失礼します。本日の業務報告に上がりました。ああ、お疲れ様。今日はデンファレ君も一緒なんだね。仕事はどうだい？はい、報告は僕だけでもいいとは言ったんですが、本人が、あの、突然、デンファレ君が僕の言葉を遮った。有無を言わせない雰囲気に気をされて、僕はじっと見る。俺、辞めます。え？いやーね。いやでも、この世界じゃ、どこ行ってもそういう仕事しかないんじゃないか。どうして急に？今日も仕事はおおむねうまくいってたし、今朝は仕事場が、研究棟だってことにあんなに喜んでたのに。今日でよくわかりました。俺には向いてないです。今日で辞めます。すいません。大学、その超エリートの人だけが研究の仕事をしてもさせてもらえて、すごい天と地の開きなんだね。僕が困惑していると部長が穏やかに口を開いた。そうか、君は有望だからとても残念だ。
手続きは明日郵送、後日郵送でやり取りしようか。短い間だったけど、本当にお疲れ様。今日はゆっくり休んでほしい。はい、ありがとうございます。エンマシュラさん、2日間お世話になりました。デンファレ君は挨拶もそこそこに去っていった。そして何を壊すんだ、彼は。カタツムリを壊すんか。エンマシュラ君、君もお疲れ様。すいません。もしかしたら俺の接し方が悪かったのかも。いや、多分君じゃなくてもこうなっていたよ。単純に彼とこの会社が合わなかったんだろう。気にすることはない。君はよくやっている。でも、せっかくの新入社員が。大丈夫、大丈夫だ。気にしなくていい。まあ人が足りないなんてそんなバカなことないよな、この会社に。お、エンディング1。はい、別エンディングがあるの？なんだかいろいろ考えさせられる、そんな、あれですね、お話ですね。ほな、エンディング回収もしていきますか。しばしエンディングをご覧ください。エンドロールを。このスタイルもすごく好きだよね、僕は。ノスタルジックな感じ。よいしょ、コーラ飲んじゃおう。僕だったら全然いいけどね。カタツムリ見てるだけの仕事。その間さ、小説とか書けるしさ、絵とかも漫画とかも書けるじゃん。まあそりゃサボりになっちゃうけどさ、一人だからバレやしねえし、小説だったら頭の中だからね、全然バレないからね。ただ一旦休憩して、ちょっとあれです、エンディング回収に行ってきます。ではここでの話題も確か選べたはずなので、ここで話題を変えよう。確か前回は事件の話をしたと思うんですが、会社の話？まあでも変わんないと思うけどね。黙ってるっていうのも手だよな。ここの会社はどうかな？うまくやれそうかい？もう冷めてしまった最後のエスカルゴをじくじくといじりながら切り出した。そんなこと言ってもまだ1箇所しか見てません。それはそうだね。気まず。余計に気まずくなってしまった。いじっていたエスカルゴを仕方なくバゲットに乗せ、口に運ぶ。オリーブとガーリックのいい匂いがするが、冷たくなってしまった油で台無しだ。義務的に無言で咀嚼していると、配膳ロボットが音もなく近づいてきた。お待たせいたしました。さあ、食後のコーヒーでございます。はい。価格が変わらないですね。まあ、そんな、むしろ事件の話をした方が話が膨らんだっていうのは、お、俺働くの楽しみにしてたんですよ。あ、なんか話が始まったぞ。小さい頃から俺、いわゆる鍵っ子ってやつで、いつも家で一人でした。寂しいんで、何度も両親に仕事なんか辞めて俺と遊んでってせがんだりしていて。自分勝手ですよね。その俺を養うために両親は働いているのに、昔は普通だったんだな、彼が子供の頃は。で、ある時言われたんです。もし、世界の誰も働かなくなってしまったらどうなると思うって。意味がわからなかった俺は、どうなるのって聞きました。父さんは、誰も生活できなくなってしまうんだよ。だから働くのは大切なことなんだって教えてくれたんです。まあ本来はそうでしたよね。俺はすごく納得して、確かにそうだって。それから大人になったら世界に有意義な仕事をできるようになりたい、誰かの役に立ちたいと思うようになったんです。そっか、君のやる気の理由が少し分かった気がするよ。いい両親だね。
デンファレ君は照れくさそうにうつむいた。可愛いところあるじゃないか。ご両親に愛されて育ったんだろう。いいことだ。それにしても、誰も働かなくなったら誰も生活できなくなるか。確かにそうだな。もし働かなければ、給料が支払われない。そういうこと？いや、お金の話じゃなくて社会の仕組み的なもの、ことを言ってたんじゃないのかい？もう役に立つっていう、もう彼の視点ではそうなっちゃうんだよね。生活費がなければ生活できないのは至極当然だ。そういうことじゃないんだろうな、多分。特にエンディングは変わらなかったですね。じゃあまた別のお昼のおしゃべりで何も喋らないルートも一応選んでみますか。一応エンディング3種類あるって書いてあったんだね。さあ行ってみましょう。さあ食事の時に何も話さなければどうなるのか。何も話さない、何も思いつかない。どうしよう、何か話題を。話しかけてくれた。何かな。僕は口の中のものを慌てて飲み込んで答えた。まさかデンファレ君から話しかけてくれるなんて。いえ、大した話ではないんですけど、気になって。遠慮せずに何でも聞いてね。エスカルゴ好きなんですか？確かにカタツムリ。そうか、カタツムリの会社でカタツムリ食ってんのか。彼は僕の皿の上の最後のエスカルゴを指して指さして言った。この料理？うん、好きだよ。というか、もともとカタツムリが好きなんだよね。こう、モチーフとして。くるくる巻いた殻も、もたもた動くのも、臆病なところも、なんだか昔から好きで。それにマイペースでコツコツ、みたいなところを自分と重ねちゃうんだよね。はあ。君も今度食べてみるといいよ。我が社では取扱い商品の中にカタツムリがあるからね。製品にならない規格外のカタツムリを食用に回すんだよ。いえ、大丈夫なんそれ。だから社用のメニューでエスカルゴは定番なんだ。へえ。デンファレ君は納得した様子だったが、味についていぶかしんでいるようだった。ちょうどその時、終わったと。はいはいはい、それだけか。当たり障りのない界隈だね。お、昔読んだ本にカタツムリが出てきてさ、それが印象に残ってるんだ。あら。物語の中のカタツムリは手紙を届ける役なんだけれど、カタツムリだからか足が遅くて届けるのに何日もかかっちゃうんだ。それで周りの登場人物も届くまで文句も言わずのんびり待っていたり、話の中心はそこじゃないんだけどさ、なんだかすごく好きなんだよね。手紙を届けるのにカタツムリは人選ミスでは？風情がないな。だってそっちの方が効率的でしょ。まあ創作物に言っても仕方がないですが、まるでeワークみたいだ。ワーク。AI の発達とともに、労働における人的資源の問題は一掃された。あらゆる仕事が AI にとって変わられ、その AI の管理までもが AI がこなす世の中。ヒューマンエラーは淘汰され、過酷な肉体労働や危険な作業の心配もない。今や人が担う仕事は AI では替えのきかない。新たな技術の開発や芸術分野などのごく少数のものだけだ。だが労働報酬によって生活が成り立っている国では、一時期就職難が困難な社会現象となった。そこで考案された制度が、軽作業雇用推進制度だ。はぁ。人が担当しても差し障りのない簡単な業務を提案し、雇用することで就職難や貧困を回避するというものだ。配給制度も提案されていたが、国民が難色を示したため、この制度が確立された。日中にやることがないと暇だからね。まあそうなるよね。何もしないって
結構辛いのでね。その制度による雇用を E ワーク、Easy ワークという。そして、制度ができてしばらくしてから AI にはできない仕事が True ワーク、本当の仕事と呼ばれるようになってきた。 T ワーク、なるほどね。そんなに E ワークが嫌いなの？僕も E ワーク職員だけど、この仕事も楽しいよ。まあそこは人それぞれなのかもしれませんね。あの、そろそろお昼終わるんじゃ。ああ、本当だ。じゃあそろそろ行こうか。なるほどね。まあそう言われると見方も変わるよね。なんか、一発にやりがい、役に立つなどのことばかりに目を行っていたが、そもそも生活するために仕事をしなくちゃいけない人とかもいるわけじゃん。普通にその、だから、役に立つ、社会を成り立たせるために仕事をするっていう目線の人もいれば、あの、生きていくために仕事をする。人々が生きていくために仕事をする。自分が生きていくために仕事をするっていう人もいるわけで。まあそれはそれだよな。でも実際 AI がそこまで普及したら、こういう制度もあり得るなと思いますね。なるほどね。話をしなければ、そういう T ワークと E ワークが何だったのかっていうのも踏み込んでいけるわけか。これで何かエンディングに変化があるんでしょうか？変わんないね。どうしたらいいんだ？よし。そしたら、ここのカタツムリをどうにか、じゃあ全部殺しちゃおう。やっちゃった。死んじゃった音がした。あ、なんか変わりますかね。どうですか？心なしか元気がないように見える。何か問題でも発生した？僕が恐る恐る問うと、彼は答えた。すみません、死んでしまいました。え？僕は急いでケースを覗いた。ケースの中でカタツムリは一匹残らず死んでいた。まさか自分がこんな簡単な仕事もできないなんて。こんな低たらくで研究職やピッキングをしてみたいだなんて思い上がりも甚だしい。本当にすいませんでした。まさかね。まあ正直彼は E ワークのことを見下していたわけよね。でもそれすらできなかった。まあ僕がさせなかったんだけどさ。できなかったっていうね。彼はうつむいて自分の足元をじっと見つめている。僕はどう声かけするべ、ここは分岐か。うわ、反省すべきだ。デンファレ君、君がわざとやったわけじゃないのは分かっているつもりだよ。それにこの状況の業務上の責任は僕にある。だから業務としての心配は別にし、心配は気にしなくて、失敗は気にしなくてもいい。でもたとえ小さな命でも、奪ってしまったことは反省しなくちゃならない。わかるね？まあ、ごもっとも。僕は努めて穏やかに、でも冷静に彼にそう伝えた。彼は小さく何度もうなずいた。あ、反省しているご様子で。お疲れ様。一人にしてしまって本当にごめんね。さあ、もうお昼だ。まずは昼食をとろう。こういう時こそ食べないとね。僕たちは食堂に向かった。もしかしてこれでやめるルートがなくなるかな？どうでしょうね。ここら辺は同じですね。他の業務は大丈夫ですかと。まあでもね、彼の中にはそれすらできなかったっていう現実があるからね、今は。
お、あ、俺も行くか。やめるか？あの、どうだ？あ、やめるか。あ、ここでもう一つの選択肢を選んでみましょう。気にしないでいい。え、大丈夫だよ。このカタツムリはその寿命だったんだね。だからこんなに簡単に死んでしまったんだ。そんなに落ち込まないで。僕がそう励ますと彼は目を見開いた。その目はまるで自分とは全く違う生き物でも見るかのようだ。まあ、社会人として正しい対応は反省した方がいいよっていう方だったね。今回は違うと。僕はなんとなく居心地の悪さを感じて目をそらした。ほら、もうお昼だし、食堂に行こう。さあ。僕たちは食堂に向かった。どうなる？何か変わるか？戻ってきて、新しいケース。あ！死んでしまったカタツムリは？ああ、あのカタツムリなら心配ないよ。今頃茹でられて下処理されて、明日には食堂で誰かの昼食になるだろう。ええ。分かっていたこととはいえ、ゲロゲロやな。それに、この養殖場のカタツムリは十分に生育した後の個体なんだ。卵から返して大きくなるまでは AI が管理している。要は食用に処理するまで鮮度を保つ目的だから、死んでしまったら優先して下処理に回せば何も問題ないよ。あ、え、それって意味あるんですか？大きくなるまで AI に管理できるなら、食用に茹でられるまでも管理できるんですよね。まあそうなんだよね。そうだけど、まあここは人の手でやっても事故や失敗が少ないし、カバーしやすい業務だからね。それじゃあまるでいいワークじゃないですか。まあ実質そうだよな。やってる内容もそうだし。俺が死亡したのはティーワークだ。こんな仕事じゃない。なんか最初はデンファレ君側で見ていたけど、こうなってくるとだんだん イーワークもしょうがないよね派になるね。急に大きな声で騒ぎ出したデンファレ君に驚きつつ、なんとか止めようと僕は必死で声をかけてなだめた。ちょ、落ち着いて。安心して、ね。軽作業の中でも、生体を取り扱う業務は特例として、ティーワークとして求人を出してもよいって、法令で決まってるんだよ。だから大丈夫。いいワークじゃないよ。大丈夫だから。はあ？それじゃ、意味ない。まるでいいワーク？うわ、すんなに嫌ですか。すんなに？デンファレ君？の、そんなにか？うわあ！叫ぶよ否や、彼は一番近くにあったケースをデスクから叩き落とした。うわあ、そんなにか？うわあ！次々にケースを投げ出していく。あまりの勢いに僕はあっけに取られるばかりで止められない。うわあ！床に叩きつけられたカタツムリを右足で左足で交互に、右左交互に次々に踏みつぶしていく。あまりの勢いに僕はどうすることもできない。お、大きな声がしましたけど、で、え、ちょっと騒ぎをつき、引きつけてきたであろうダチュラ研究員の声にハッとする。警察を取り乱して、そんなに嫌だったか。あれから大変だった。ダチュラ研究員に警察を呼んでもらって、警察が来て、部長が来て、状況説明をして、解放されたのは夜の8時を回った頃だった。どうしてあんなことになってしまったんだろう。部長には僕の指導に問題があったわけではなく、単に仕事とデンファレ君の相性が悪く、急速に精神状態が悪化したのだろうと言われた。
僕はネガティブになりかけている頭を振り、入れたコーヒーを一気に流し込んだ。いつもなら夜はミルクだが、今はなんとなくコーヒーの気分だった。さらに気分を変えるためにラジオをつけて窓を開けた。夜の冷えた空気が入り込んで心地いい。の。続いてのニュースです。本日、西1301号通りの会社で社員1名が暴走した事件ですが、現在、警察が動機などを調べており。ああ、何事かを報じているラジオをぼんやり聞き流し、僕は、また、平穏な日常が戻ってくることを期待して目を閉じた。雪だるまを壊したやつのように、壊れたカタツムリ。はい。そうです。もう一つエンディングあるはずなんだよね。どうしたらいいんだ、それは。もうありとあらゆる選択肢を試したはずなんだが、今日なんでこんな言葉が出ないんだ。大丈夫か。ちょっといろいろ試してみますわね。ん？あれ？もう一回やり直してる、このルートに来たら、さっきのエンド2と同じルートをもう一回やり直していたら、そのまんまなのに変わったぞ。ちょ待ってや。カタツムリを殺しちゃって、で、気にしないでって言って、で、午後のあれが始まったところですね。5時間、ですね。カタツムリの看板な動きをたっぷり5時間並べ、眺め、業務終了したところです。新しい展開ですね。お疲れ様。こんな顔になっちゃいましたよ。どう？疲れたんじゃない？はい、そうですね。だよね。初仕事だもんね。どう？続けられそう？はい、もちろんです。いいね。うちの社員らしくなってきたと思う。よくない意味だ、それは。どう？そう思わない？はい、思います。イエスしか言えなくなる。よかった、よかった。ちなみに今日の業務の感想は？あの、シュラさん。ん？はいかイエスで答えられる質問じゃないと困ります。はは、確かにね。ごめんごめん。それじゃあ僕はこのまま業務報告に行くから、君は上がってもらって大丈夫だよ。お疲れ様。また明日ね。お疲れ様でした。まるで、人間の方が、ロボットみたいになっちゃって。失礼します。お疲れ様。どうだい？新人教育は順調かい？はっはっはっは。はい。はい、もちろんです。まだ入ったばかりなのに、仕事の飲み込みも早いし優秀ですよ。それを聞いた部長はにっこり微笑む。そうかそうか。デンファレ君が優秀なのもあるが、君の指導力の賜物でもあるだろう。実に素晴らしいよ。一体どんなコツがあるんだい？ははは、部長、困りますよ。はいかイエスで答えられる質問でないと。うわー。そうか、いいワークもそれはそれでと思いましたが、あまりにも無意味な、作業ばかりをやらされていると人間性を失って、いつか、むしろ人間の方が、ロボットのように、なってしまうっていうこともあるのかもしれないですね。割と、どちらが良い、どちらが悪いとも言えないような話だなと思いますよ。職業っていうの、仕事っていうのは必ずしもやりがいがどうのこうのとか、役に立つかどうかとか、そういうことが大切な人もいるけれども、全然生活のために仕事をしているっていう、で、その仕事が、実際どんなことに使われてようが、どんな意味があろうが、どうでもいいよっていう人がいるのも全然いいことだと思うし、僕も多少はそっち寄りの人ではあるんだけれども、かといって、あまりにも、ここではもうこの世界では人間は、ほとんどの人間は、もうすでに仕事をする必要はなくなっているけれども、仕事をしないで配給で生きていくっていう方法もあるわけなんだけど、それだと、
やっぱり精神面的にも良くない。なんか何のために生きてるか分からなくなってしまうみたいなことが多分あるんだと思うんだよね。それでまあこういう形で何の意味もないことをやらせる、軽作業をやらせるっていうね、あの全て本当は AI でできることを、何の意味もないことを、人間にやらせるっていう社会になってしまったわけだけど、じゃあいざやってみたら逆に人間も人間らしさを失ってしまったっていうね、まあちょっとなんていうか教訓めいた話ではあるなと思いますね。結局 AI とか技術を発展させることが本当に大丈夫なのかなっていう側面はやっぱりあるなと思いますね。うん、人の暮らしは楽になるけれども、楽になった先に果たしてどういう結末があるのとはちょっといろいろ考えさせられるお話でございました。いや面白かったですね。はい、こういうノベルゲーム好きですね。フリーゲームならではの空気感ですよね。はい、ということで今日はこの辺にしておきます。はいかイエスで答えられる質問だけというゲームでした。フリーゲーム、ノベルゲームコレクションとかで遊べるので、皆さんもよかったら遊んでみてください。では、ありがとうございました。バイバーイ。